京都競馬場、本日の第3レースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。サークルスカウト前に行きそうです。先頭に戻りましょう。プリンセスキネマ先手を取りました。並んで5番サークルスカウト、その外にスキスキ嫌い、その隣にレイクバトラー、内からはシルクフェイス、黒の帽子アーバンジャック、その後ろしんがりからシェルオーキッド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。8番スキスキ嫌い、2馬身から3馬身のリード、少し開いてプリンセスキネマ、すぐ後ろにアイキエイト、さあ先頭はまだ漆黒の馬体スキスキ嫌い、2番手のプリンセスキネマ先頭を捉える勢いです。アイキエイト3番手プリンセスキネマいい位置、果たして先頭を捉えるか。スキスキ嫌い先頭、あと 200m、 スキスキ嫌い先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ハイキュエイト食らいつく、スキスキ嫌い先頭だ。スキスキ嫌いゴールイン、スキスキ嫌い1着、2着にはどうやらレイクバトラー、見事に勝ちました。スキスキ嫌いプリンセスキネマ敗れました。これは掲示板までです。京都競馬場、本日の第8レースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはセインマンシー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてセインマンシー行きました。これに続いてオーセンブロンド、内からはスキスキ嫌い、その外からメジロフォーチュン、内からはエリモルック、その外からリトルカフェ、内からはアグネスギャロップ、キャッスルリボン、すぐ後ろその隣にエイティスノー、その外からノーブルムーン、オレンジの帽子アドマイヤレディ、その後ろデームサンダース、最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として栗色の馬体セインランシー、オーセンブロンド、ほとんど差がありません。スキスキ嫌い3番手デームサンダース、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はセインナンシー、さあいよいよ直線の攻防、セインナンシー先頭、差はほとんどない。2番手はローセンブロンド、先頭を捉えるかデームサンダース、いい足、ここから勝負をかける。先頭変わってスキスキ嫌い、スキスキ嫌い抜けたエリモルック、追いすがります。デームサンダース伸びません。スキスキ嫌い、スキスキ嫌い1着、2着にはどうやらエイティスノー、勝ったのはスキスキ嫌いデームサンダース、敗れました。これは掲示板までです。中山競馬場、本日の第7レースの発走です。スタートしました。エイシンウィッシュ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエイシンウィッシュ行きました。続いて前へ行くのはマチカネパーティー、さらにはマインモーニング、11番スマートアワー、その後ろラインノート、後方から第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭から、先手を取ったのはエイシンウィッシュ、その外にスマートアワー、赤の帽子キングオブスケール、その後ろ少し間が空いてマインモーニング、並んで連勝中のトロピカルバド、すぐ後ろにレームブラフ、オレンジカフェ、そのうちに続いています。その外にブロードシティ、後ろからの競馬になりました。スキスキ嫌い、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にマチカネパーティー、その横に豪快サクセス、青の帽子ノーブルオレンジ、その後ろこのあたりで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。1番人気のスキスキ嫌い、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方からスマートアワー、先手を取りました。キングオブスケール、それに続いています。エイシンウィッシュ、すぐ後ろスキスキ嫌い、好位をキープ、その外から豪快サクセス、青の帽子ノーブルオレンジ、その後ろブロードシティ、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ11番スマートアワー、ここで先頭が入れ替わりました。エイシンウィッシュ、スマートアワー2番手に控えました。スキスキ嫌い、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はスマートアワー、排気シャワー、その後ろ、さあ直線に入りました。これからの勝負、さあ先頭に立ったのは
待機シャワー、待機シャワー先頭、待機シャワー。さあ手応えはどうか。好き好き嫌い。2番手はラインノート。好き好き嫌い。ゴールイン。好き好き嫌い。1着、2着にはどうやらラインノート。1番人気に応えました。好き好き嫌い、見事です。小倉競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い、何が行くでしょうか。レイクセレス、前に行きそうです。最高ガリバー、それに続いています。さらにはスキスキ嫌い、漆黒の馬体、スピークカンムリ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。一番人気のスキスキ嫌い、現在先団です。前に戻りましょう。レイクセレス先手を取りました。その外から朝日天山、その外に最高ガリバー、その隣にメローサーベル、その後ろからはナッツフォーエバー、緑の帽子ダンディアヘッド、その後ろ内からはスピークカンムリ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。朝日天山まだ粘っています。最高ガリバー先頭に襲いかかってきました。3番手にスキスキ嫌い、絶好の手応え。スキスキ嫌い、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は朝日天山、その外からは最高ガリバー、ナッツフォーエバー、その後ろ、その外からはグランランナー。残り 100m、 スキスキ嫌い抜けた。ダンディアヘッド追いすがります。スキスキ嫌い、スキスキ嫌い。1着、2着にはどうやらダンディアヘッド、スキスキ嫌い、見事一番人気に応えました。小倉競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ベルベットルート、これは好スタート。おっとノーブルベット出遅れてしまいました。ダッシュよくベルベットルート行きました。続いて前へ行くのはメジャーセキット、さらにはメルシーマック、連勝中のスターカラーズ、その後ろ一番人気のスキスキ嫌い、現在馬群の中ほどにつけています。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはメルシーマック、すぐ後ろにベルベットルート、その外からノーブルベット、内からは最高ガリバー、その隣にメジャーセキット、ラシアンハンド、それに続きます。その外からスターカラーズ、その外にエアプリーク。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前に戻りましょう。先手を取ったのはメルシーマック、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はメルシーマック、ベルベットルート、ほとんど差がありません。メジャーセキット3番手、大外から緑の帽子、スキスキ嫌い伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はメルシーマック、その隣からはベルベットルート、短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立ったベルベットルート、ベルベットルート先頭、2番手はメルシーマック、一気にスキスキ嫌い、一気にスキスキ嫌い、ベルベットルート大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。